はい、どうも、Bレジェンド鍵谷です。今回はですね、先日ね、ストリートファイターの波動拳風味を炭酸水でシェイクしてみたらどうなるかっていうのをやったんですけど、炭酸水でシェイクしたら炭酸が消えてなくなったという、ね、もうなんかね、ショッキングな映像になったんですけれども、まあそれでね、じゃあ炭酸水で炭酸が消えちゃうんだったら、もともと炭酸になってるプロテインの一杯飲んどコーラとミックスすればこうブシュッとなるんじゃねえと思って今回はやってみようと思います。またね、これも今ぶっつけ本番なのでどういうオチになるかよくわかんないんですが、前回はね驚きましたね。もうね、またちょっと動画こちら貼っときますけれども、もうね、水じゃねえや炭酸水入れても全然、炭酸水入れた瞬間にブワーッと泡になってもう全部炭酸抜けちゃうみたいなねひどいことになったんですが、じゃあ今回はストリートファイター波動拳風味を2杯と1杯お2杯と1杯飲んどコーラを2杯1杯2杯味も美味しいのかな、コーラと美味しい、紙一重だね。美味しいかもしれないけどまずいかもしれない。まあいいや、よし、やってみましょう。じゃあいつも通りローリングシェイクカーラーの蓋ね、蓋見ると、まあ今平らですよね。これがどうなるかですね。膨張すれば蓋が膨らんでくるんだよ。お、ちょっと膨らんでる。おい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 と、あ、膨らんでるかもしれない。いきますよ、開けます、せーの。お、プシュッと言った。そして飛び跳ねてきた。はい、地味にプシュッと言いました。あ、そしてなんか泡はめっちゃ、あれ泡は、あ、違うわ、色が変な色だから泡っぽく見えたけど、泡はまあ1センチぐらい、まあ、まあまあありますね。 OK、 じゃあちょっと飲んでみましょう。いただきます。うまい、うまいあれ、うまいね、うまいけど、あー、なんかすごい、あ、すいませんね、今自然に飲んでます。残り泡を飲むというね、プロテインあるあるですよね。ね、どっちもの良さがちょうど間になってる。ストリートファイターの波動拳が入ってコーラが入って、ストリートファイターの乳酸菌っぽい感じもありつつ、コーラのコーラもだからね、ラムネのコーラみたいな味なんですよ。だから乳酸菌飲料っぽい感じとラムネっぽい感じと、コーラの炭酸とコーラのラムネっぽい感じがちょうどこうなって、こうなります。どうなんだってねそうか、最近何うんまいというのやってなかったからね。いいよこれ。何味って分かりたければぼんやりしてるから、なんかね 3.5 うんまいとかかもしれないけど、客観的に味だけを考えれば4うんまいぐらいあるんじゃないかな。ということで、ストーファイとコーラのミックスは4うんまいでございます。はいでね、まあこういうね、飲み方いろいろありますので、ぜひ皆さん試していただければいいんじゃないかなと思います。だコーラなんかだったら結構柑橘系のやつと混ぜて飲むと面白い味になるかもしれないね。ストファイは何かな、ストファイは何だろうな、何だろうな、分かんないけど、またなんかそんなのも試してみたいなと思います。はい、ということで今回はビールジェンドストリートファイター波動拳風味とビールジェンドプロテイン1杯飲んどコーラをミックスしたらうまいになったという動画でした。そしてプシュッと言いましたね、炭酸は。炭酸水よりもプシュッと言いました。はい、ということでまたお会いしましょう。さよなら。